スペースランナウェイ。なぜアニメのロボットは人型になってしまうん？に対する、ネットの反応をお送りするよ。アニメのロボが人型であるいい感じの理由とは？バルキリーは宇宙人のサイズに合わせてバトロイド形態のサイズがあの大きさになったんだっけ？バルキリー開発段階ではゼントラの存在はわからなかったはずだが、観察軍の船が落ちてきた時にこいつら巨人じゃんってわかってからだな。マクロスの中のサイズから相手は大型の人型だろうと推測があっての人型形態のアルバルキリーの開発になってる。でかい人間に鉄パイプで殴られるようなビジュアルは SF 感ある。マクロスにはじゃあしょうがないよね。ってなる絵面の説得力があるな。人型だから夫婦漫才もできるし、必要かはさておき見えも切れる。さらにその辺に落ちてるゼントラージの武器も拾って使える。人間への侵攻から人型にしました。人間の形を捨てた元人間が敵だからしょうがないね。人類銀河同盟の艦船もシルエットは人型と聞きました。人であることの矜持っていうガルガンティアの理由はロマンあっていいわ。やっぱガルガンティアの理由が知ってる中で一番しっくりくるな。人間としての象徴や意地を、人間やめた奴らに見せつけてる感じ好き。アームスレイブは大きさによって理由はまちまちかもしれんね。こいつは操縦系統がマスタースレイブかっこ G ガンみたいなのだから人型じゃないとダメなんだよな。ラムダドライバーがアームスレイブにしか搭載ができない謎技術だからだろう？それがなかったら戦車や戦闘機で問題ないし、アームスレイブはラムダドライバー搭載がゴールにあって、人形じゃないと想像力発揮できないとかそんな感じだっけ。ラムダドライバーを発生させるためには人型の方がイメージしやすいからね。厳密に言うと、あの世界の人間にはもともとオムニスフィアを通して、現実世界に影響を及ぼす能力があって、それなら人間では耐えられないエネルギーを扱える。人間に似たものを作ればもっとすごい干渉能力を使えるんじゃねってことで作られたのがアームスレイブ。フルメタは本当によく考えたな、それって感心したわ。普通にラムダドライバーのためってだけで理由付けとしちゃ十分なところにあるが先に来るという。G ガン以上に人型ロボである理由に説得力あるロボアニメ存在しない説。ガンダムファイト国際条約第1条、頭部を破壊されたものは失格となる。これがもう理由付けとして完璧すぎるんだよね。まあモーショントレース操縦だからが一番説得力あるよな。それ系統だとロボットより強化外骨格が多いか。でも G ガンだって人型以外のモビルファイター出てくるよね。視聴者の見た目的には説得力あるけど、技術的に考えたら機械がパイロットの動きを 100% 予測して、物理法則を完全に無視するレベルのとんでも技術がないと実現不可能なんだけどな。逆説的に言えば、それが可能な世界だから戦略次第では人型に制限する理由はないとも言える。戦術機も間接指向制御だからそれ系。まあ鉄血機体の荒屋式システムが直接指向制御だからそっちの方がすごいんだけど、人体改造ってのは嫌です。グレンラガンは螺旋力が一番効率よく発揮されるのが人型だから、なんだっけ？確かそう、あの世界独自の設定だけどそう言われちゃったら納得せざるを得ない。レイバーはパトレイバーに関しては、威圧目的か何かであえて人型に近くてかっこいい見た目にしてる、とかそんな話聞いた。イングラムは見た目をヒロイックにして一般市民の好感度アップと犯罪者への抑止力にしてる。作業用レイバーが人型なのは人型を作れるって技術力アピール。よくわからない生物の肉のクローンを使っているので、中身が巨人ですってのが一番小賢しい、理屈抜きに圧倒なんですねってなるのですき。私の中身は宇宙人です。エヴァとかも人造人間だからって理由だな。クローニングした巨人カッコギガントピテクスの脳みそと内臓を引っこ抜いて操縦席を据え付けた思考を、生体を使ってる場合、元が人型だからって理由は使い勝手がいいよな。ファフナーは思考共有できる戦車や戦闘機が開発されたら人型は不要になるな。ファフナーは独身能力を防ぐために脳を無意識状態にして違う自分になることで操っている。だから人型じゃないと動かせないって特徴がある。というかファフナーみたいに直感操作するタイプなら人形の方がいいだろ。特にファフナーなんて SDP との兼ね合いもあるし、SDP はだいぶ後になって発生したものだから開発段階では関係ないと思うけどな。ただ、
直感的に動かせる人型の方が感覚的に合うと想像できる。であるからやはり人型で作るだろうってのはわかる。だから技術が進めば人型にこだわる必要がないんじゃね？って問題が出てくるので SDP で人型である理由を補強したって感じかな。うろ覚えの記憶をソースにしていいならファフナーと一体化しやすいのが人型だからとあった。人が動かしてんだから脳みそで直感的に動かしやすいのは生身の自分と同じ人型だよね。編成意識も SDP もあんまり関係なくそこに行き着くわな。よくある思考制御ロボ。それ考えると操縦桿やボタンやペダルで操作するマジンガーやゲッターはすげえな。マジンガー Z の時点で理屈つけ考えてるというか、バードストーンに埋まってたミケーネの遺産の機械獣を、ヘルモカブトのじいちゃんも元にしてるからじゃなかったっけ。機械獣はバードストーンのミケーネの遺産の改造品だからドクターヘルも人型の理由は知らない設定だったな。人型というか女性型だけどミネルバ X の本当の理由が面白かった。一応建前を語っておいてから英雄の傍らには美女が必要じゃろ？っていうのが好き。バッタが戦闘機などを駆逐してしまう。バッタをボコりやすい大きさとボコれる能力でエステバリスがリリースされる。エステバリスはディストーションフィールドがあるため人型であっても空力に左右されない。こうしてなでしこの世界は三すくみが形成されることなく、人型ロボットが覇権を握ったのでした。バーチャロンの限定戦争だっけ？あれかっこいいからお無理やり設定にしてて好き。小ビジネスで戦争やってる連中だから当然かっこいい方が視聴率稼げるしな。鉄人28号はもともと無敵の歩兵を目指してるね。技術的な制約で大型になったけど、源流は戦前作品で扱われた海タンクから来てるしな。戦車を人がまとうパワードスーツ化できないか？ってところから空想されてる。後年、黄金バットとかでなぜか巨大化しちゃったけど。ぶっ壊れた足メカ直してくれたのは腕メカ文化圏の人たちだったので、ついでに腕もつけてもらいました。という設定のオーガス、デザインと設定のすり合わせが抜群。もう一度この足で大地を踏みしめたいというハゲもとい創造主の願いから。機械を超え獣を超え人を超えて神の領域へと到達する儀式でありイニシエーション、つまり通過儀礼である。通常兵器だと汚染物質がうんぬん、操縦方法のドリフトがうんぬん、パイロットスーツを着る時のカチ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 といって張り付く背骨パーツとか、キューンってドリル使ってパーツを固定するシーン好き。怪獣を質量で殴るためっていうパシリムの設定大好き。100メートルロボの理屈付けとして最高。ガンダム世界のモビルスーツは大元の元々は作業用の強化服。そこに色々な機能をつけて大型化していく過程で、着るものから乗るものになったって話。ユニバーサルスタンダードが脳波トレース標準だから人の形に戻りました。という G セルフ。つまりマスクもデレン線共感も自分が大開脚で空飛んでるのを脳内で想像してたんです。スカイダイビングする感覚なら意外と自然かもしれない。G レコってそんな設定だったのか。それ以上にタダでもらったすごい兵器の設計図に書いてあったんだから仕方なし。だから作中でキャラの動きに合わせてモビルスーツも同じ動きしたりすることがあるね。マニーがモビルスーツ動かせたりしたのもユニバーサルスタンダードタイプならって話。そうじゃない機体は訓練がいるしマスクのマスクはその辺の受装身補助のためにつけてる。考えてみればガンダムが何でもありになった原因ってミノフスキー粒子なんだよな。あの粒子の影響で誘導兵器を中心にした戦闘に変化した環境から粒子界戦闘を中心にした戦闘に戻しただけで、別に人型兵器の有効性には関係してないんだよな。映画に出てきた宇宙強化服であるパワードスーツをモチーフとして歩兵の役割想定した設定した。という胸を富の運体は語ってたしな。勇者シリーズの有無を言わさないそういうアニメとして作られたからですかん。ロボット同士でがっちり握手という熱いシーンができるようになるしな。鉄腕アトムの息子そっくりのロボットを作りたいって理由が一番納得できたな。まあそのせいで数多くの悲劇が起きるんだが、第二ダラーのジェネレーターの配列が人のチャクラを参考にしているからには妙な説得力がある。右腕の形状が適当なのも、ハイエロ粒子を最大限に活かすため無理やり人型に近づけた結果、って雑すぎる。人型だったら、何でもいいんだろで、
取ってつけたような適当なウワン、あのアンバランスなデザインが好き。芝博士言ってみればサイボーグ化した息子の拡張ボディだからな。人型なのは当然だ。さてヒロシ、これが新しいジーグパーツだ。芝ヒロシ、いや親父、人型からどんどん離れてる気がするんだが。ナイツ&マジックより、エルネスティ・エチェバルリア君から一言。趣味です。反論のしようがないし、応援したくなる。シルエットナイトの基本は人体の模倣だぞ。ターミネーターも目標を殲滅することを目的としたのタンク型、バイク型から、特定の人物を目標にできるように人間に紛れるため人型になったしな。ブレンパワード、オーガニックなるものだから、アンチボディって人間を模倣してるから人型なんか？アンチボディに関しては完全に宇宙生命体なので別に人間を模してるってことはないとは思う。ぶっちゃけ人型であるのに理由はいらないんだよな。かっこよければ全てよし。